地の池地獄別府地獄巡りは、大分県別府市の別府温泉に多数存在する様々な期間を呈する自然輸質の源泉、地獄を定期観光バスなどで周遊する定番の観光コースである。また、これらの地獄の総称としても使われる。海地獄、地の池地獄、白池地獄、流漢地獄は2009年7月23日に別府の地獄として、 国の名称に指定されている地獄めぐり、遊覧バス、別府温泉には、岩有物によった青、赤、白などの様々な泉色を呈する温泉や、間欠泉などの特色のある源泉が点在する。また、温泉の熱を利用して、飼育、育成した動植物を展示する施設を併設したものもある。このような入浴ではなく、寒暖を主な目的とした温泉は、 地獄と呼ばれ、別府観光の目玉の一つとなっている。地獄という呼び方がいつ頃始まったのかは定かではないが、1694年に、貝原駅券が表した報告機構では、随所で地獄という呼称が使われている。かつては、厄介者扱いされて誰も手をつけないでいた地獄だが、温泉付き別装置の開発をきっかけに、温泉給湯の源泉として整備され人が安全に、 近づけるようになると、当時客が地獄を覗き見するようになったという。それが観光施設として商業化されるようになったのは、1910年に海地獄が施設を整えて入場料を徴収するようになったのが始まりである。大正時代に入ると自動車が遊覧に用いられるようになり、昭和初期にかけて昇奮気候を屈作して大噴出を誘導することが盛んに行われて、 鉄林地獄、龍巻地獄、無限地獄、鶴見地獄、八幡地獄、鬼西地獄、白池地獄、鬼山地獄、金龍地獄、鎌戸地獄、雷縁と次々に新たな地獄が出現した。ところが、鉄林地獄地帯においては、大小の地獄の開発が相次ぎ、それが近接していたことで在来の泉源の流出量が低下する事態となり、 新規の持続開発は差し止められ、1920年代にて頭打ちとなった。別府の各地に散らばる地獄を遊覧するために、1917年頃に初めてハイヤーを使った遊覧が行われたが、団体客の輸送に十分に対応することはできなかった。しかし、1928年に別府市で中外産業博覧会が開催されることになり、博覧会を機に、 別府を訪れる多数の観光客に対応するため、本格的な遊覧バスの運行が急務とされた。そこで、油役間8が同年に亀の異自動車を設立し、地獄めぐり、遊覧バスを運行することとなった。当時の遊覧バスは、午前7時半から午後4時までの25分ごとに発車し、乗客は途中の地獄で自由に降車し、他のバスに再乗車することができた。今日、 全国で見られる女性バスガイドは、この際に熊八が考案したことに始まる。2009年に亡くなった村上彩亜美は当時採用された第1号ガイドの一人である。若い女性の採用と75丁による観光案内を行い、大好評を博したこの遊覧バスの成功が地獄巡りの人気を決定的なものとした。この亀のイバスにより運行されている別府地獄巡りは、 国内で最も長い歴史を持つ定期観光バスであり、現在も女性バスガイドによる昔ながらの75町の観光案内を一部交えて、地獄組合加盟の8つの地獄を約2時間半で巡ることができる。現在の地獄巡りは、別府駅を起点として、鉄輪の海地獄から芝石の流管地獄まで時計回りに行われている。ところが、昭和30年代までは、 南立石の鶴見地獄、八幡地獄、明版の荒野地獄等も非常に有名であり、今よりも地獄巡りの範囲が広かった。つまり、現在は海から別府を見た時に右側の山手に地獄が集中しているのに対して、昔は左側の山手や中央の山手にも有名な地獄があり、1921年12月、別府温泉の繁華街を起点として、 冷泉寺鉄輪芝居市、亀川駅の間に整備された地獄循環道路を遊覧バスが相互に行き来していた。別府市内には多くの地獄が存在するが、その中でも地獄巡りで有名な地獄組合に加入しているのは、海地獄、鬼死坊う地獄、かまど地獄、鬼山地獄、白池地獄、血の池地獄、流漢地獄の7つ。このうち血の池地獄。 流漢地獄はやや離れて、芝石温泉にあるが、他の5つは、鉄林温泉に集中している。地獄組合亀名の地獄では、共通観覧券の利用や、駐車場の無料利用、亀のイバスの定期観光バスで75丁のガイドを聞きながらの見学ができる。海地獄海地獄は、1200年ほど前に鶴見岳の爆発によって誕生したとされる。硫酸鉄によって、コバルトブルーの 一見涼しげな色をしているが、その温度は98度で、戦脈までの深さは200メートルにも達する。地獄に隣接した池では、温泉水で大鬼バスが栽培されていて、お盆のシーズンには大きく育った葉の上に児童を乗せる、イベントがある。卵を竹籠に入れて青い地獄の湯につけて茹でた温泉卵が名物である。なお、当地獄は別府の地獄の中で最も広大であり、 群を抜いている。戦前は藤の花が有名であった。足湯があり、別府八温泉道に加盟している。2009年、別府の地獄として、他の三つの地獄とともに、国の名称に指定、温泉成分を粉末化させたものが、現在でも入浴剤として市販されている。鬼し坊主地獄鬼し坊主地獄は、 鬼西地獄と新坊図地獄を合わせて、鬼西坊図地獄として、延長を整備したもので、閉鎖されていたが2002年12月16日に約40年ぶりに、リニューアルオープン、別府地獄組合に加盟した。新坊図地獄は、対象元年の紛失で、熱泥が底かしこで吹き上げ、坊図の頭のように膨れる。本坊図の後に出た地獄ということで、このように呼ばれる。 坊主地獄よりも色が白みがかっており、熱泥のたぎり方もやや弱い。鬼子地獄とは緑色がかった地獄で、東地獄の最初の所有者の野豪を取って、このように呼ばれる。地獄の奥にある鬼子の湯は別府八温泉道に加盟している。かまど地獄昭和11年の開発。元は芝石温泉ベタにあったが枯渇したため、現在地に移転したものである。 旧の釜と地獄にて、釜土門山田ぐるの大祭で神前に備えるご飯を炊いていたことからこの名がついた。他の地獄をダイジェストにして集めたような雰囲気で、それぞれ地獄の一丁目から六丁目と名付けられている。鬼山地獄では、緑白色の熱水をた,たえた池を中心に、その熱を利用して広大なワニ園が整備されていて、入江エワニ、シャムワニ、メガネカイマンなどの 約100頭のワニが飼育されている。このため、別名は二次獄とも呼ばれる。ワニの飼育は1923年に始められたもので、1925年から1996年まで、生きた世界最長寿記録を持つワニ、一郎の白星もある。シンボルとなっている建物は、マレーシアのサラワク州から移築されたもの。白池地獄白池地獄は、含む放酸食塩泉で、 噴出するときは透明だが、外気に触れ温度が下がると白濁する。昭和6年に噴出、当初は九倍離地獄と呼んだ。園地を整備する際、風土器にある九倍離湯の糸の混同を避けるため、地獄の特徴から白池地獄に解消された。熱帯魚管が併設されている。2009年、別府の地獄として、他の3つの地獄とともに国の名称に指定、地の池地獄は、 文語国風土器や万葉集にも赤湯戦闘としてその存在が見える歴史ある地獄、酸化鉄などによって朱色に染まっていることからこの名がある。1927年には高さ220メートルにまで達する大別府八湯温泉道に加盟している足湯があり、地獄の湯を体感することもできる。また湯の沈殿物を利用した皮膚病薬、地の池軟膏や入浴剤など、 同時刻オリジナルの土産物も販売されている。2009年、別府の地獄として、他の3つの地獄と共に国の名称に指定、流漢地獄流漢地獄は30から40分間隔で噴出する間欠泉であり、アメリカイエローストーン等の間欠泉と比べて噴出間隔が短いことを特徴とする。これは垂直関節のメカニズムで噴出するためと考えられている。 気圧の高い地下部核で熱せられた湯は摂氏150度にも達するが、噴出直後に減圧によって気化し100度以下となる。約50メートル噴出する力があるとされ、かつては解放された環境であったが、観光客の危険防止のために噴出口の上部や側部には石の天井や壁が設けられている。2009年に別府の地獄として、他の3つの地獄とともに、 国の名称に指定されているほか、1977年には、別府市の天然記念物にも指定されている。三地獄三地獄は、他の地獄のように池に温泉をとうとうと称えるのではなく、岩山の山裾付近の各所から水蒸気が吹き上げている。その水蒸気の熱を利用して、ミニ動物園が併設されている。2018年の段階では、カピバラ、フラミンゴ、ヤギ、ウサギ、 クジャクなどの小動物を飼育している。以前は、ゾウやカバ、サルが数種類いたが、カバの翔平君は2017年7月に死亡した。坊主地獄坊主地獄は、90度を優に超える、高温の泥が煮えたぎり、坊主の頭のように膨れ出て弾ける。鶴見の坊主地獄として、大分県の天然記念物に指定されており、天然坊主地獄とも呼ばれる。 鬼死亡う地獄と区別するために、本坊主と呼ぶこともある。鬼死亡う地獄よりも色が黒ずんでいる。延べ内イという寺院があったが、1498年の日向灘地震で爆発が発生。寺院は、重職もろとも吹き飛び、血が裂けて、熱泥が噴出したと伝えられる。この地獄は、別府地獄組合ができた当初から組合には加盟しておらず、定期観光バスのコースには入っていない。 金流地獄金流地獄は、別府の地獄中最も多量の900キロリットル、日を湧き出し、付近の温泉への供給源となっている。昭和7年に園地を整備した際、その湯気が朝日に照らされた姿が、黄金の竜を連想させることからこの名がついた、多数の仏像が並んでいるほか、植物園もある。開発当初は、別府地獄組合に加盟せず、観覧は無料であった。 その後組合に加盟した時期もあったが、後年だったい、見学料は200円と他の地獄に比べて低額であった。2009年から地獄としての営業は休業しており、所有者は再開は難しいとしている。鶴見地獄は現在は冷戦時境内で訪れる観光客もいない。しかし、昭和初期には海地獄や血の池地獄と並んで主要な地獄の一つに数えられた。 大正14年に大爆発し、無限地獄と合わせて、鶴見地獄として、延地を整備された。そのため戦前は、かなり広大な敷地を有し、蒸気が凄まじく、別府名所として名高かったが、戦後は、土地所有者が次々に変わり、少しずつ錆びれていった。その間に、地獄組合から脱退し、現在も、地獄組合には加入していない、明番地獄は、 地獄虫プリンで有名な苗番温泉の岡本屋の近くに近年整備された地獄。苗番温泉では、江戸時代より一帯に広がる地獄に藁吹小屋が建てられて、湯の花の生産が続いており、その生産技術は国の重要無形民俗文化財に指定されている。この湯の花小屋周辺の地獄に遊歩道を整備し、藁吹の小屋の内部を見学できるようにしてある。他の地獄のように、 元来の地獄の様子が一変するほどの手は加えられていない。げん地獄は楽天地の敷地内に存在する地獄。戦前には観音像が安置され観音地獄として洗練されていた。楽天地の開発により温泉が整備されたことから規模は縮小しているも遊覧客は自由に見学することができる。八幡地獄、編集八幡地獄は 鶴見地獄のすぐ裏手に存在した地獄で、昭和3年、ゴンスケ地獄跡地の隣に紛失した。戦前は観光客で大変賑わった。湧出量の低下により閉鎖され、現在は、ヤワタ公園という公園になっており、赤日の面影は、全くない。ゴンスケ地獄、編集ゴンスケ地獄は、旧のヤワタ地獄で、大正末期に枯渇した。いたちヤワタ地獄、編集。 イタチヤワタ地獄は、ヤワタ地獄の裏にあった、関欠泉である。全ヤワタ地獄とも呼ばれていた。よく、ヤワタ地獄と混同して紹介されることがあったが、別の延地であった。昭和10年代に閉鎖された、朝日ヒカ地獄。編集、朝日ヒカ地獄は、鬼死亡図地獄の側にあった、関欠泉である。当初は、関ン地獄と呼ばれたが、イタチヤワタ地獄や、 竜巻地獄と区別するために、所在地の朝日公園をとって、旭日間欠地獄とされた。こちらの方が、規模は大きかったが、引きのために、付近の泉源を整備した際に、間欠線の勢いが、減少。万地八幡地獄よりも先に閉鎖された。無限地獄、編集無限地獄は、鶴見地獄のすぐ側にあった地獄である。大正13年の紛失。 大正14年に紛失した鶴見地獄と合わせて、鶴見地獄の延地として整備され、同時に観覧できるようになっていた。1937年にはまだ存在したことが確認されている。鶴見地獄や八幡地獄に比べると知名度は、著しく低い。三日月地獄、編集三日月地獄は、関海寺温泉の山手に存在した地獄で、温泉街の石段を登り詰めたところにあった。 三日月型の地獄の横に休憩所等も建っていた。ここは地獄よりも虫湯の方が有名で、虫湯のついでに地獄も見学するといった程度の小規模な地獄であった。昭和初期には閉鎖され、当時の面影は全く残っていない。荒野地獄、編集荒野地獄は、泥湯で有名な別府温泉保養ランドのところにあった地獄である。大正時代から昭和30年代にかけて、 別府土産として、名を挙げた、別府絞りの主要な生産地の一つであった。現在、当時の面影はないものの、高野地獄前というバス停があり、高野地獄があったことを今に伝えている。また、温泉保養ランドは、所在地を高野地獄としており、その受付から浴場までの回廊は長く、元遊歩道であった名残が伺える。なお、戦前より、泥湯の屋内浴場は存在し、 1930年代の絵葉書き写真に見る浴場風景は今もほとんど変わっていない。昭夜地獄、編集昭夜地獄は、荒野地獄の下手、谷合いにあった地獄で、園地としての整備はなされていなかった。枯渇している、今井地獄、編集現在は住宅地が立ち並ぶ竹の内や大畑、小倉あたりは1955年頃までは、水田や畑が広がり、 石の転がる荒れ地からは、幾筋もの湯煙が立ち上っていた。その中でも、現在、今井というバス停があるあたりは、今井地獄と呼ばれ、浜脇等の市街地とは、対照的な荒涼とした風景が、別府名所の一つに数えられていた。他の地獄は、塀で囲まれるなどして、公園的な性格が強かったのに対して、この地獄はあまり整備されておらず自然のままであり、 他の地獄とは一線を画していた。雷園編集雷園は、鉄林地獄地帯にあった地獄である。昭和12年の開発で、組合には加入していなかった。地獄の観覧のほか浴槽、虫湯等の設備が整備されていた。正式名称は、雷園であったが、一般に、雷園地獄の故障が通用し、雷園地獄とご読されることもあった。 訪れやすかったこともあり、観光客も多かったが、戦後は閉鎖された。雷地獄、編集雷地獄は、現在の別府鉄林ヤングセンターのあたりにあった地獄である。鉄林地獄、編集鉄林地獄は、1935年まで存在した地獄で、時の鉄林郵便局長であった、佐原秀太郎が郵便局の隣の敷地に地獄を開拓し、 観光客向きに開放していたものである。濃厚な鉄林地獄の湯煙が湧き立つその中央部に不動明王を祭り、あたかも地獄の入り口のような演出が施されていた。地獄の他にも温泉療養所なども建設されていた。地獄組合に入っていたが、バス停から離れていたため観覧客は少なかったが、当時客で大変賑わっていたという。1935年に、 入東鹿島鉄林地獄となり、現在も屋号を陽光層に変えて、入東鹿島旅館として存続している十万地獄、編集十万地獄は非常に大規模な地獄で、その広さは別府の地獄の中でも一、二を争うほどであった。石垣を積んだ遊歩道も整備されており、ところどころに東屋も建てられていた。この地獄は私有地であったが、 管理を民間に委託していた。委託先は地獄組合に加盟していなかったので、共通観覧券で観覧することはできず、別料金がかかった。ところが、それと知らない観光客が観覧したところ出口にて別料金を徴収され、苦情が多発していた。当時、この地獄から本坊図にかけては、 朝日公園として整備されており、当地獄の園地と公園の敷地との境界が曖昧であったため、観光客の勘違いもいた仕方ない状況であった。この事態を問題視した市当局により指定管理を解除され、地獄は閉鎖されたのである。戦後になっても再開されることはなく、現在、その跡地は鉄林地獄地帯公園として整備されており、市民の散策の場となっているだけでなく、 海地獄や山地獄が近いところから観光客の休憩の場としても活用されている。現在もコンコンと湯が湧いている。掘った地獄、編集掘った地獄は掘った温泉の側に存在した地獄で、今井地獄と同様にあまり手が加えられていなかった。掘った温泉の整備により消滅した。テラシ湯地獄、編集テラシ湯地獄は、坊主地獄のすぐ裏手に存在した地獄で、散策路などは、 整備されていたものの大石小石が転がっており、あまり手が加えられていない自然のままの地獄に近かった。戦前、テラシ湯の整備により消滅。かまど地獄、編集現在のかまど地獄の前身で、一般に、かまど地獄の用事が通用していた。芝石温泉と、血の池地獄の中間に存在した、今地獄や十万地獄と同様、地面の至るところから、噴気の上がる地獄で、 遊歩道が整備されていた。亀川のかまど八幡の大祭の際、この地獄の奮起でおぶくを焚いていた。枯渇したため、昭和11年に閉鎖、現在地に移転し今に至る。ありがとうございます。